長く生きるのが幸せとは限らないよ。長く生きるのが幸せな人もいるだろうけどね。健康でな、生きていられるんだったら長生きしたいけど。だから俺は自分が健康な老人生活を過ごせると思ってないから、本当に。マジで長生きしたくないなって思ってる。だからやっぱある日突然死ぬのが一番いいよな。寝てる間に死にてえわ。絶対それ幸せだわ。 自分で気づかねえ間にマジで死にたい。い俺子供はやっぱり20歳までというか大学までしか、まあ見ても大学までって思ってるから面倒は、その先は一人で生きてくるって感じ。金は、まあ俺が死ぬ頃に親が生きてたら親と嫁に残ってれば、子供に残す気はないね。だってさ、いきなり死んでさ、何千万とか何億ありますよって状態でさ、の22歳生まれたらさ、そいつ、 絶対ろくな大人になんねえしさ。まとも、まともに育たねえよ。そっから。壊れちゃう。じゃあちょっと10年ぐらい働かなくてもええか、みたいな思考になった瞬間終わりじゃないいや、教育によるはね、かなり無理だね。教育によるは、俺かなり綺麗事だと思う。金って、マジで、力あるよ。金はマジで力ある。 まあでも教育はでも確かに教育かもしんないけど、俺は割と親の教育に限界があると思ってるから、その諦めてるわけじゃないけどね。結局家にいる時間より学校にいる時間の方が長かったりするわけだし、周りの友達とかもいるしね。で、今だったらネットの影響もあるし、マジで予測できるはずがないんだよね。まあほら、同じさ、 親から生まれた、例えば一歳差の兄弟とかでもさ、上と下でだいぶ性格違うじゃん。まあ、歳が別に離れててもいいんだけど。俺の教育が全てだったら同じ性格になるはずだしな。まあ、性格はちょっとまああるかもしれないけど、考え方とかかまあ、担任も違うし、友達も違うし、何もかも違うからね。 しかもなんか結構自分でも思うけど、なんかその子供の頃に培われたものって、まあ、三つ子の魂100までとも言いますけども、割と簡単に会社に入ってから影響されたりすることもたくさんあるしな。もちろんね、お金をたくさん手に入れたからといって変わらない人たちもいると思うけど、でも変わる人たちの方が多そうだ。だから残さない俺は。家ですら俺残さない方がいいと思ってるしな。 それこそ50歳ぐらいになって気づくぐらいのもんがいいんじゃないかまあ確かに死ぬ時に全額寄付するぐらいのもんがいいか。死んだら全額寄付してくださいっ。つって。そういう遺書残したらどっち、どっちが優先されるんださすがに寄付される遺書にそう書いてたら。遺書が優先される。はええー。遺書強いんだ。遺書は全てに勝る。遺書にさ、じゃあ、俺が死んだ。 1>, 1ヶ月20日後に家を出てすれ違った3人目に全額相続とか書いてもいけるいけそうなんだ。そんなに遺書強えのかよ。遺書強すぎだろ。いや、それ渡した人の人生狂わせちゃうか。ダメか。でも俺ゴリラには残して死にてえなって思ってるけど、ゴリラに残して死んだらゴリラは子供に残しそうなんだよな 衣装に毎日アップデートかけていくか。衣装に毎日アップデートかけてって、今俺が死ぬとしたら、今俺が衣装かいたとしたら、まあ、こんぐらいは残しとくか、つって。で、俺が 50, それを、なんかまあ、1年とか半年単位でアップデートしてって、それこそ50歳とかになったら、もうゴリラもいい年やし、こんぐらいありゃええかっていう分に、どこ、徐々に減らしていくみたいな。 その残せないぐらいの金額を <laughs>、子供に残せないぐらいの金額をこう徐々に相続をだんだんナーフさせてって、遺産ナーフ。